はい、皆さんこんにちは。レロファ二郎の部屋へようこそ。さあ、年の瀬も迫ってきました。2023年、皆さんにとってはどんな年だったでしょうか。というわけで今回の企画ですが、2023年のレロファ山口の重大ニュースを振り返るということでやっていきます。シーズン終了までのニュースとさせていただきます。私が個人的に思った今シーズンのレノファ山口の重大ニュースを振り返っていきます。それでは行きましょう。始まりました。一つ目です。若いサポーターの皆さんの活躍。これはダンスユニットのスパイシーオレンジの皆さん、そしてステージ MC のリオンさん、はるかさん、そして大学生グループの新世代の皆さんと、10代20代の方のサポーターの活躍が今シーズンはとても目立った年になったのではないでしょうか。いやー、なかなかね、こう人口減少が進む山口県にとってこれは明るいニュースですし、若い方々に活躍の場を与えてくださる運営の皆様も素晴らしいと思います。いつかなねさあ、こんなに嬉しそうでございますが、さあ今日はね、せっかく兄ちゃんも遊びに来てくれたということで、はい、さあ大分からね、はるばる来てくれてね、ありがとう、ね、それでは2つ目です。山口県内各地でレノファのパブリックビューイングが行われました。主に周南市と萩市、下関市になりますね。そして、県外では大阪、東京でも開かれたということで、いやこれまでにない取り組みですね。これも、多いところで10試合程度でしょうか。いや素晴らしいですね。特に大阪、東京ですと山口出身の方のつながりもいろいろ広がったのではないでしょうか。まあ、お金のかかることであるんでしょうけど、できれば、来年もやっていただきたいなと思っています。3つ目ですが、金沢戦の山瀬浩二選手の24年連続ゴールです。いやー、これもね、素晴らしい記録です。PK という形でありましたが、遠藤保仁選手の J リーグ記録に並ぶ24年連続ゴールです。そして2024年には新記録がかかってますので、山瀬選手に期待していますよ、僕は。本当に、ね、同い年ということもありますし、山瀬選手、来年も頑張ってください。次勝とう、次ですが、悪夢のホーム清水エスパルス戦です。雷と雹による試合の2度の中断もありましたし、スコアが0対6の大敗。まだまだ清水エスパルスさんとの力の差を見せつけられた試合となってしまいました。サポーターの方と、飲みに行く機会がこの前ありまして、いや本当にね、あの試合はなかなかもう忘れない試合だよねと、ある意味思い出に残る試合だよねということで話が盛り上がりました。辛い試合なかなか体験できないので、もうある意味体勢がついたと言えるのではないでしょうか。続いて、5番目です。夏川義弘監督の解任。なかなかね、これは辛いニュースとなってしまいました。
渡辺進監督の後を受けて、引き受けてくださった夏香さん、大変感謝していますが、もうあの成績を見ると、解任もやむなしといったところでしょうか。いや本当に残念でした。6番目です。開幕戦以来の勝利となったホームベガルタ仙台戦の勝利です。いやこれはなかなかねすっきりしましたね。こう思うようにボールが運べて、矢島選手のゴール、野入和也選手の初ゴールと、見どころたっぷりでした。7番目です。スナイデル監督就任、そして6試合連続の無失点ですね。いやスナイデル監督といえばその攻撃のイメージ、ラインを高く上げて守るハイラインハイプレスということで、なんとなく4対2とか3対2とかそういう試合が増えるのかなと思ったら、なんとなんとなんと、守備がハマりました。いや本当にねこの時期は素晴らしかったです。ベストのディレクター君は石内です。続きまして8番目です。この提灯ユニフォームの採用です。いやこのね、サマーユニフォーム、夏の試合限定の着用でしたが、このデザインがねこう素晴らしいですよね。こう山口県民、山口市民の心を揺さぶる提灯祭り。いやこれね本当に考えた人本当にねすごいなと思うんですよ。ちょっと去年はサマーユニフォーム買わなかったんですが、今年はもう迷わず買わせていただきました。いや本当にね見事な鮮やかな青と、提灯の光が見事なコントラストを引き出しています。続きまして9番目、キム・ボムヨン選手の加入です。シーズンの MVP は私あの関健太郎選手と発表したんですが、本当にね、ボムヨン選手が後半から入ってくれて、チームが明るくなってよかったんじゃないでしょうか、ね、ゴール裏であの平瀬選手のダンスも素晴らしかったですし、サポーターの有志の方があのボムヨン選手のお面をつけてあの試合を見られたりとかね、なかなかこう一体感が出てきて、本当にあの後半戦だけ見ると僕は MVP はボムヨン選手でもいいと思っています。いやね来シーズンもボムヨン選手プレーされるということで、本当にね今から楽しみにしています。ボムヨン、ボムヨンがしてボムヨンと平瀬が面白い。まあそれまでその負けが込んでたということもあるんですが、なかなかこう沈みがちなチームの雰囲気の中でね、ボムヨン選手が率先して盛り上げてくださって、本当にねあれが残留につながったと私は思っています。本当にありがとうございます。続きまして10番目最後ですが、下関での金沢戦の勝利です。ね、本当にこの試合勝った方が残留に大きく近づくという試合の中で、梅木選手の見事な2ゴールもあって3対2で金沢さんに勝ちました。いや本当にねこの試合私も見に行ったんですが、金沢さんの応援の勢いがすごくて、確かあの福井ナンバーの車を見たんですよ。本当にねあの金沢さんのサポーターの熱も感じましたので、いや本当に名勝負です。ちょっと10代ニュースを振り返りました。順位は20位と残念な結果には終わりました。まあ本当にね辛いことの方が正直多かったシーズンですが、明るい話題ももちろんなかったわけじゃありません。
まあ、そうやってね楽しみを見つけていくのも私はサポーターの役割の一つだなと思っていますので、ぜひね2024年は、どんどんね明るい話題をレナガさんが提供していただけることを期待しています。なかなかね降格3チームと厳しいですが、我がふるさとの誇りレナガ山口はきっとやってくれると思いますので、皆さんまた来年も期待して応援していこうではありませんか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんよかったらチャンネル登録お願いします。